つぼみとさとみの今夜もつやつや。はい、とうとう3月になりましたね。なりましたね。なった途端だよね。今世界情勢でね、大きな動きが起きてます。ありましたね。今日収録はね、2月24日でしているんですけれども、今日午後ですよね。ロシアがウクライナを、そう、攻撃したっていうね。ニュース見て本当に驚きました。ねえ。まさかと思って。そう、なんとかできないかとね、思ってたけどね。なんか、第二次世界大戦並みに大きくなるって言ってる人もいて。いますよね。ねえ。そう、ちょうどね、我が家でね、戦争起きたら私たちの身近でどんなことが起こるんだろうか、ちょうどね、話したばっかりだったのよ。ねえ。ねえ、なんか一言ではないですよね。いや、ほんと。ほんとそうです。ねえ。ねえ、もうすでにね、数十人の民間の人がね、亡くなってるっていう報道もあったので、どうかね、これ以上、命を奪わないでほしいなと思います。そうですね、平和な日がね、早く戻ってきてほしいですよね。本当にそう思います。はい。私たちの番組はいつも笑顔で平和です。そうですね。笑顔で。みんなが幸せになります。本当そうですね。はい。じゃあ、今日もそういうことでスタートしましょう。はい。この番組は FM88.7MHz。携帯アプリではレディモ。インターネットではサイバルラジオ JCPA からもご視聴いただけます。はい。突然ですけど、つぼみさん、Facebook ってやってます？ああ、最近やってないですね。あ、そっか。でも、じゃあ、こう、仕組みとかはわかるよ、ね。そうそうそう、わかります。そっか。時々ね、見てはいます。自分が投稿はもうね、3年ぐらいしてる。3年投稿の仕方も忘れてしまった感じです。そうなんだ。そう、たまに。友達のとか通知が来るので、そういう時だけちょっと見てます。ね、あ、なるほど。Facebook ってさ、過去の、今日みたいな感じで出てくるじゃない？そうなんですよ。出てくるんですよね。そう。すごい懐かしくって。ね、本当に懐かしいよね。こんなことあったんだとか言うので嬉しいですよね。そうそう、そうなのよ。そう。で、昨日なんだけど、私たまたま自分のがポンって出てきて、そしたら娘が20歳の時に映画館でお友達の誕生日パーティーをやったっていう話だったのよ。あ、娘さんの誕生日じゃなくて、あ、そう、お友達のね。そうそうそう。まあ、みんな同じ年齢だから。そうそう。そう。で、その、お友達は学生時代の男の子なんだよね。数人で、まあ、映画館を借り切ったらしいのよ。数人で？そう。でも、祝われる本人は何も知らないわけ。で、みんなで映画に行こうって言って、もう行こう、見に行こうって。そうそうそう。座りました。まあ何始まるかわかんないじゃん。そう。そしたらいきなり、娘が動画作ってたんだけど、その動画がバーンって放送されたっていう、放映化されたっていうね。すごい。そうなのよ。すごいことしますね。ね、私も、そんなことで借りるんだと思って、びっくりしたのを思い出して、そう。大学生とかですよね。そうそうそう、その時はね。そう。で、ちょうどうちで編集してたのも私見てたから、で、その、なんだろう、みんなで遊んだいろんなシーンの切り抜きとかね、動画とか、そう、あと、それぞれお友達からのコメントもビデオレターになってて、あとはそのお友達のお母さんにも協力してもらって、お母さんからのメッセージが最後に流れるという。泣いちゃったでしょ、それはね。どうなんだろうね。そこまで聞いてないけど。でも、なんかすごく素敵な誕生日だなと思っ
って。素敵ですよね。それは水槽の思い出。うん、だと思う。面白いな、うん。素敵な仲間持ってますよね。うん、そうですね。はい。さとみさん自身の思い出に残る誕生日ってありますか？あ、意外とあるかも。私ね、お友達結構サプライズ好きなんですよ。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。そう。一つ思い出といえば、昔、小笠原諸島でアルバイトしてたんですけど、その時、昼はまあダイビングをして、夜は居酒屋さんでバイトしてたんですね。はいはい。そう。で、その昼間、向こうで知り合った人と、まあ私も入れて3人で毎日潜ってたんですけどね。ボートでね、沖に入れて、うん。その時も洞窟を潜ってて、で気がつくと2人いないんですよ。あれ？と思って。焦ったでしょ。そうね、ちょっと焦るよ。洞窟にいなくなると焦るんでね。そう。そしたらね、岩陰から2人が突然出てきて、はい。お誕生日おめでとうって書いたプラカード持ってたんですよ。へえ。そう。結構感動しましたね。しますよね、それね。そう。でね、ワインも持ってきてて。で、実はそれをね、開けて飲もうと思ったんだけど、飲めないって知ってる？水中で。法律？あ、違う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 。水中で、ああいうの、キャップ開けても水圧で出てこないんですよ。中身が。ああ、そうなの。そう。へえ。で、まあ、水中の中で飲もうとしたの？そうそう。うん。まあ、実験も兼ねてね。飲めるかなっていう実験も兼ねてやった。へえ。だってなんか加えてるでしょ？あ、そうそう。でも、ボンベみたいな。あ、うん。でも、レギュレーターね。ボンベは丸ごと加えられない。レギュレーターは加えてますね。で、外して、うん。うん。飲もうと思ったな。あ、そう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 。水飲んじゃうじゃない、外したら。そうなんです。結局ね、海水しか口に入ってこないんで、しょっぱいんだよね。ねえ。そうですね。まあ、そんな誕生日でした。ああ、素敵ですね、でもね。まあね、なかなかね、うん、陸では味わえないお誕生日会をしてもらった感じですね。そうね、海の中のパーティーなんて。うん、そうだね。かはわかんないけどね。まあ、そんな感じで遊んでました。ということで、今日の1曲目はね、その、はい。さっきのお話じゃないけど、お誕生日。にちなんだ曲を用意しました。はい。はい。ね、ゆいさんのハッピーバースデー to you you っていう曲です。お願いします。誕生日っていつでしたっけ？私ね、7月27日なんですよ。夏ね。夏生まれなんですよ。はいはい、うんうんうん。そう。私はね、うん、あの、アイドルの時にね、生誕祭をやるっていうのが夢だったんですよ。おー、よくあるよね。よくあるじゃないですか、アイドルの生誕祭っていうのがね。はい、それをやりたくってね、うん、もう絶対やろうと思ってたんですけど、うんうん、やる前に終わってしまいました、アイドル人生が。たんだ残念だったね。そうすごい残念で。昨年の誕生日は私、うん、はい、スタジオにいましたよ。覚えてます？ラジオカワゴイと。覚えてるよ。覚えてるよ。それで、だったんですよね、なんだっけ、あの、ドライフルーツかなんかもらったんじゃなかったっけ。そうですね。一口マンゴーだ。覚えてる。思い出した。今年はね、視聴者さん。視聴者さんの皆さんからサプライズを期待してまーす、うん。それがいい。ぜひぜひ皆さんお願いしまーす。楽しみだね。はい。じゃあね、ちょっと先週募集した、あの、3月のイベント卒業のコメントを募集しますって言ったじゃないですか。はい、はい、はい。それが一つ届いてたのでご紹介しますね。はいはい、つぼみさん、さとみさん、こんにちは。私の卒業式の思い出は、クラスで絵の上手だった女の子が、卒業式前日から学校に泊まり込んで、黒板いっぱいにクラス全員の似顔絵を描いてくれたことです。
朝学校に行ってみんな驚いたとともに、彼女はいつもおとなしくて目立たない子だったのに、みんなのことが大好きだったんだなぁとすごく感動しました。今頃何をしてるのかなぁということです。なんてまた感動的なお話なんでしょう。ね、すごいですね、素敵ね、全員の似顔絵だって。ねえ、よくまあ、書けますね、全員の似顔絵なんてね。うん、クラスで、うんうん、はいはい。なんか、おとなしくて目立たない子だったってとこがまた感動ですよね。そう、 そうなのよ、そうなの。うん。うん、普段からそういうことするようなタイプの子ではないんだろうね。ねえ、ねえ、うんうん、そうなんですよね、うん。私たちもね、その、CD の、CD を出したときに、うん、そのジャケットの撮影をするときがあって、はいはい、その時にそういうシーンを撮ったんですよ。あ、黒板に、ね。黒板に、絵を描いて、はいはい、あるとかいう写真があるんですけれども、うんうんうん、まあ、それも誰かが描いてくれたんですけど、はいはい、うん、上手な絵をね。それはなんかこう、ね、ジャケットになってるの？そう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 、ジャケットになってます。そうなんだ、持ってる？うん、うん、持ってます。じゃあ今度見せて。うん、うん、見たい見たい。うん、はい。なんだ、いいね。まあね、絵が上手い人はきっと、なんだろう、普段からこうした方がいいなとか、そう、うん、なんか直感的に思うんだろうね。そうなんですかね。うん、自分が納得するまで、こう描けるのかな。そうじゃない？うまくできなかったら、書き何度も書き直したりとかするかな。うんうん、でも、ああいうのって、パッパッとなんか。そう、書く人は書いちゃうよね。うん、ねえ。うん。人、ね。でも、あれはね、勉強してもできない感覚の問題だと思う。うん、そうですよね。そうですよね。そうだと思います。うん。生まれつきじゃないの？うん。そう、才能はあるよね。うん、まあ、私たちには才能がなかったってことかな。そうですね。はい、じゃあちょっとね、絵の話をしてて、卒業からちょっとだけずれちゃったけど、はい、歌はちょっと卒業に戻ろうと思います。はい。はい。エクザイルで道、お願いします。はい、そういえば、つぼみさん。はい。ね、先週舞台だったんですよね。あ、そうですね。この放送されるときにはもう終わってるんですね。そうそう、そうなんだよね。そうそうそう、もうね、うん、どうでした？この収録の時はね、はい、舞台の直前のなんですよね。そう、PCR 検査も全員陰性で、観客のね、うんうん、席はね、人数制限するんですけど、はいはい、開演できることになり、よかったです。よかったね。全員行ったのね、検査。そうなんですよ。うん、なんかね、やっぱり一人でも出たら、うん、お客さんに移してしまうから、それはね、うん、心配だもんね、うん。そうそう、それは、いや、絶対ダメだからっていうんで、一、うんうん、人でもいたらもう中止にしようっていうことで、検査したんですよ。いや、もうちょっとみんなドキドキだったね。ドキドキドキでした。うんうん、もう、恨みっこなしで誰がなってたってね、そうだ、仕方ないんだからって言っても、うんうんうん、でも、ね、自分のせいで中止になったらと思うとね、思っちゃうよね。怖くてね。うん。ドキドキでした。よかったね。うんうんうん。よかったです。今更なんだけどさ。ええ。以前はアイドルやってたじゃない？はいはい。ね、今は舞台俳優だよね。そういうわけじゃないですよ。で、その舞台を始めたきっかけは何だったの？うんとね、ワークショップを募集してたんですよ。はいはい。何で？お芝居やってみませんか、うん、みたいな、広報誌みたいな。神戸の。そうそう、市の、地元ではないんですけどね。うん、うん。うんうん、市のね、広報誌で募集してて、それで、あ、面白そうと思ってね、応募したんですよ。そして、うん、劇団の人たちが協力してくれて、うん、そのワークショップのド素人の私たちを。はいはい、引っ張って教え込んでくれて、一緒に、うんうん、出してくださるっていう感じなんですよね。なるほど、なるほど。うん、もう、今回でね、3回目なんですよ。私が、うんうん、参加するのはね、前にも2回出たことがあって。出てるのね、すでに。うんうん。そうなんですよ。もう立派な女優さんじゃない。すっごくね、
楽しいんですよ。あの、その、劇団のね、あの、団長さんっていうのかしら。はいはい。なんか、立ち上げた方が、はい、あの、脚本を作って演出をしてるんですけれども、うんうん、はいはい、オリジナルの作品なんですね。うん、はいはい、もうそのシナリオがすっごく面白くて、なんか、もう読んでるだけで自分たちも思わず笑ってしまって。そうなんだ。うんうんうん、気をつけないとなんか自分が笑ってしまうみたいなね。感じで、すごい面白いし、このセリフに込めたあのメッセージ、はい、あの伝えたい思いとか、はい、そういうのを聞いてるとね、本当にね、感動します。おお、じゃあそういうことが楽しくて感動する内容なんだね。そうなんです。このセリフの裏にそういう思いが隠されているんだなーっていうことでね。なるほど、なるほど。うん、楽しそうなんですよ。そんな中でどんな役をやるんですか？私ね、はい、あのね、小学2年生の役やるんですよ。ランドセルしょって。そうなんですよ、ランドセルしょって。ああ、楽しみ。そうそう。で、小学2年生の役と、そのお母さんの役と、うん、あと、猫と犬にもなるんです。それは忙しいね。忙しいんですよ。うん、うん。だからね、同級生、私の同級生は実際の小学校5年生の女の子とか、うん、はいはい、大学生の男の子とか、あ、私もっと年上の子もいるんですけど、うんうん、みんな小学2年生になるんです。あー、面白。そうなんですよ。楽しい。それはちょっとね、ぜひ見に行かないとね。うん、うんうん、そうなんです。そうよ、舞台じゃないとね、絶対にそんな小学校2年生になんかなれないんじゃない、うん、そうなんです。それが嬉しいですよね。楽しいですよね。そうだよね。はい、では今日ラストの曲は、はい、キーボーさんからのリクエスト、はい、米津玄師ポップソング。はい、この米津玄師さんね、誰も真似できない、こう、なんか米津ワールドっていうのがあるよね。うん、そうですよね。うん。でもこの独特感は嫌いじゃないな。うん、好きです。はい。はい。はい、そういうことで終わりですね。はい。うん。引き続きコメント募集してます。はい。入学とか、うん、卒業とか、うん。つやつやとか。エピソード、すやすや、エピソード、面白いエピソードありましたら、はい、送ってください。はい、お願いします。スポンサー様も大募集しています。お願いします。過去のトークは、ラジオ川越公式 YouTube に載っていますので、ぜひ聞いてください。はい。また、携帯アプリでは、レディモに表示されている番組名のつぼみとさとみの今夜もつやつや、こちらをタップしていただくと、そのままツイッターに飛ぶことができます。そして、レディモにコメントを書いていただくこともできます。よろしくお願いします。この番組のお相手は、元アラフォーアイドルのつぼみと、時々和太鼓奏者さとみでした。この後も引き続き、ラジオ川越をお楽しみください。